小林製薬、紅麹、で新たに一人死亡、計5人目、29日会見へ、という記事に対するネットの反応。小林製薬の、紅麹、を含む健康食品により、腎臓の病気を発症したり死亡した人がいることが分かっており、新たに一人が接種前に症状があったことが判明。会社は原因究明のため調査を進め、29日に大阪市内で記者会見を開く予定。健康を考えて接種してたのにまさかね。 多少は効果あって続けてたのかね。赤カビ菌じゃないの。茨城県民が3人。有害物質の入った商品がまとめて出荷されて特定のエリアの小売店で売られてたのかな。台湾でも健康被害出たね。食品扱いだから保健所が食中毒として立ち入り検査しないの問題の紅麹製品を作ってた工場は去年の年末に閉鎖しちゃってるんだよ。当時の状況と変わってるから立ち入り検査が実質不可能。 この健康被害が出まくっているロットに一体何があったんだろう。ロット全部一緒なの未知の物質って工事から作られるカビじゃないかってガルで見たけど製造過程で発行してしまってとかそういうことなのかい一部の特定ロットで通常は見られない物質が見られてこれが原因の可能性も、という記事を見た。台湾に続いて海外でも被害が広がりそうだね。原因究明してほしい。最終的に二桁の報告が出てきそう。じわじわ増えるのが怖い。 厚労省がコールセンター設置するらしいが、意味あるんかなあるんじゃない。大規模な薬いに発展する可能性が。コロナ初期みたいに日に日に増えてくね。どんな症状出るんだろう。もう廃業レベル。三代目で会社がダメになる不思議。六代目みたいだよ。社内発覚した時と株価が不自然に下がったタイミングについては、とりあえず牛乳飲んで落ち着け。あなたコロナの時も暴れてなかった。W。 因果関係特定するのがスピーディーすぎるよね。ファミマの食品。ドコープの餃子も自主回収だっけ安易に薬出しちゃうような会社じゃないネーミングばっかり先行して。飲んでからどれくらいで亡くなってるのこれいつ発売されたんだろう年齢とか性別を明らかに来てほしい。怖いな。飲んだ人恐ろしいだろうな。泣くなよハゲ、ハゲは泣くな。うちにある保存食品とかサプリの成分を一つ一つ確かめてしまった。 イカの塩辛に紅麹が入ってたから処分したけど少し前に同じものを食べてしまった。まあ少量なら大丈夫なのかな。ストロベリー系のお菓子とかも気をつけた方がいいみたいだね。熱さましいと一本で商売するしかないやろ。国内だけじゃなくて台湾の人にまで被害者がいるなんて。サプリよく飲む人とかも気をつけた方がいいのかもと思った。高齢者の方でもいろんな種類のサプリをたくさん飲んでる人多い気がする。株価上がってんだよね。 やばいね。どんな奴らが買ってるのか。小林製薬乗っ取られそう。安くなったところを買った勢力がいたんでしょう。サプリメントや健康食品業界を刷新すべきだわ。ブルーベリーが本当に視力にいいなら眼科でブルーベリーを処方されるし、カロリーを制御してダイエットできるなら、アメリカ人にあんなにデブはおらん。なのに効果あると思ってる人が多すぎる。ガンダ治るお祈りが入った水とと同じじゃんか。 特にお年寄りとかサプリメントで栄養が肩で偏る状態が体に言い訳ない。殺人サプリじゃん。何年も飲み続けてなるならまだ増えそう。大体消し民だってインチキだし、命の母だって聞いてたかどうか。前に言ってたジンニタ。ウインナーとかベーコンとか大量に食べてる人も添加物だらけだね。因果関係発表をまだなのになぜ特定できる特定されてるわけではないみたいよ。関連が疑われるってだけ。 会社なくなるくらいの賠償金払わないといけなくなりそうね。何時に記者会見そんなに紅麹飲みたかったのか。倒産もあり得る。その前に買収されるかと、これ以外は特に問題ないんだし。飲み始めて数週間で尿が出なくなったと記事を読んだ。数週間で人生害って、一体何が混入してるんだ。5人ともほぼ同じ時期に亡くなったのかな。そもそもなぜ紅麹普通の麹でよかったんじゃ 来週末には人数は倍ぐらいいくね。これからは海外からも出てくるだろうから、メーカーは保証問題にビクビクしてるだろうね。通っているジムで推奨しているプロテインにも麹が入っていてかなりの問い合わせがあったみたい。紅麹,麹ではないし麹の生産地も違うとスタッフは毎日アナウンスしています。しばらくサプリ業界はパニックですね。紅麹と麹は全く別なのに、あまりにも無知な人がたくさんで企業も大変だな。麹味噌とかもいい迷惑だと思う。 同じサプリを摂取して症状が出る人でない人の違いって何だろうね。人為的なテロだったら怖すぎる。錠剤を形作る時に必要なモノタルクでいい有効成分だけでできているわけじゃないもんね。どんなに科学を使っても人間は土から離れては生きられないの。未知の物質の正体はわからないままなの分析で未知のシグナルが出てるのだけ確認してるらしい。 完全に新規の成分だとここから正体を同定するのは1ヶ月以上はかかると思う定期的に品質検査とかしないんだね無関係な人がお叱りの電話かけたりしてんのかね普通に業務妨害だよね無関係なクレーマー多いでしょうね本当に健康被害ある人も電話つながらなくなるよね小林製薬紅工事健康相談受付センター受付時間9時17時土日祝日は除く のんびりゆったりのほほんのほほん。さっき被害者が全然電話に出ないと言ってたよ。原因はっきりしてから会見の方が良くないか。マ、ま、ー、あ、この状況なら仕方ないか。金子さん髪型ワイルドすぎん。ワンキと合わへん。そもそもサプリ飲んで、これは効果あるって思ったものって食えるしかない。ところで紅麹アレルギーってあるのを、あったらどの紅麹サプリも飲めないよね。人によっては麹アレルギーもあるでしょうね。大手企業だけど、 先行き危なくなってきてる。最終的に集団訴訟にはなりそうだね。社内では2ヶ月位は道のうって言って過ごしてきたんだよね。童貞するのが遅いな。40代、70代とか怖すぎる。40代でこのサプリメントが原因で体調を崩すとか怖い。ちゃんと損害賠償してください。遺族の人が報われますように、お金で誠意見せるしかないよう、想定できないのに製品化したのはなぜインサイダーやってたりしないかな。 役員や関係者や大株主あたりの売り買いどうなってるのかな普通に長期保有してたはずなのに2月あたりに活発に取引してないかな家族あたりも調べてほしい。健康被害の把握ではなく、各社の製品を全部調べろよ。1>, 1月に報告来てから今3月。何やってたの株の上にで。2>, 2月に急落していたから売ったんだね。今年2月から謎の株影落。この会社は大きいだけあって、まあま、あ誠実に回答してると思う。 紅麹っても自変換ですぐ出ないもんなそんなもんは食ったらあかんのや読み方間違えてるでしょう結構いろんなお菓子とかに入ってて驚愕全てが悪いわけではないのかもしれないけど紅麹私人生で初めて紅麹って入力したけど変換候補の1個目に出てきたよ小林製薬は総資産が2700億円くらいしかないし売り上げも1800億円くらいだから簡単に潰れる規模だね プラ鉄問題を先に解決しろ。どんどん増えていくね。製薬が医者だから信用第一だもんね。健康被害680人はやばいね。海外の記者鋭いね。台湾記者からめっちゃ叱責されてる。1>, 1月からはかっていて、なんで今発表なんだよ。未知の成分なのにずいぶん落ち着いてる。焼肉の食中毒の時の社長かなり取り乱してたのにね。昨日爽快だったんだね。寝れない夜を過ごしてそう。 工場譲り受けた以外に何か関係あるのかな ?GUNZ、まだ原因分かってないのコロナは PCR 茶番でしかない。禁止違うものにしてたんだね。もうこれ小林製薬終わるわ。中国あたりに買収されると思う。耳鳴りすごくて漢方薬とサプリ飲んでたら肝臓の数値が半年後に急激に悪くなってた。怖いな。耳鼻科とか診療内科には行かないの。多くのメーカーが着色で使用してるみたいだけど即座に代替えできるのかな 赤系が一気に足りなくなりそう。解析すれば当然該当成分が見つかるはずだけど見つからなそう。真相は解明されないまま終わりそう。鼻のアシャワーは大丈夫かな普段から使ってるから怖い。ワクチンではなく他のせいにしたい。国民はジェノサイド。無関係な国内企業もスケープゴートに使われる。DHC とかも飲んでるにいたらやめた方が良いと思うよ。安いサプリに良いものは入ってない。工場を畳んだのはいつなんだろう 証拠隠滅じゃないよね。去年の年末だよ。うさんくさいよね。そもそも原因すらわかってないのになんで紅麹のせいだって断定されてるの亡くなった人たち